よろしくお願いします。よろしくお願いします。バスケですけどね。後ろに乗せてこうやって走っちゃったりとか。稼げます。お切れ返しました。切れ返しせやじゃあすいません、改めまして本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す, しお願いします。第1回目よ、ちょっとどうなるかわかんないんですけれども、ね、ちょっとはい、はい、デフィニッション、アスノートはアスリートの今を切り取り、その一から考え方を学ぶ痛快的なアスリートトークバラエティー、かっこ笑いかっこであーる。じゃあ早速ですけど、はい、こちらのカメラに向かって、はい、あのインディさん の,、はい、あの自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは、インディ鈴木と申します。フリースタイルフットボールっていうリフティングをね進化させた、まあちょっとエンターテインメントをやっています。よろしくお願いします。フリースタイルフットボールって、はい、なかなかちょっとこう普通だと聞かないんですけど、はい、やっぱどういったこうなんかスポーツですかね。そうですね、はい、自分が始めた時はまずその言葉自体がなかったんで、ただただそのサッカーのリフティングが好き でそのリフティングを進化させたものが、まあ、フリースタイルフットボールって言われてるんですけど、まあ本当にリフティング技をちょっとあの派手にしたりとかして見せる技を追求したものが一応フリースタイルフットボールって言われてます。隣にあります。これバスケですけどねでも本当ボールは友達みたいな感じになるんです。そうですね、仲いい時もあればそうじゃないですか、はい、時々喧嘩しちゃったりもするんですけど。そうですね、はい、一方的にあの自分がちょっと蹴ったりとかそうですよね、八つ当たりしたりとか、はい、してますけど。もともとはでもじゃあサッカーとかをやられた関係で、はい、そういうリフティングが好きになったみたいな形だったんですね。そうですね、こうサッカー好きで、特になんかリフティング一人で、やることも嫌いじゃなくて、まあ、結構好きで、みんなと練習した後と、小学校の時とかも、家に帰らずにちょっとボール蹴って、はい、やってたような少年です。少年でした。まあ、中学校入って2年生ぐらいもやめちゃったんですよ、サッカーの方は。はい、はい。なので、リフティングも全くやらないで、サッカーもほとんど止めちゃったんで、やめちゃったんで。で、ちょっと自分はアメリカに留学することがあって、まあ20歳ぐらいの時からまたサッカーやり始めて、でその頃からちょっとたまにやるぐらいですね。で、まあフリースタイルフットボールってもっと後の話になります。そうなんですね。結構遅くから。いや、なんか、はい、ずっとボールと戯れることをずっとやってきたのかと思ったんですけど、はい、そういうわけではなかったんです、戯れなかったですね。むしろ。どっちかっていうと、本当に、いろんなものをやりたいタイプだったみたい でその中2でサッカーやめた後はギターに走って、でヘビーメタルバンドを始めて、まあ、なんでそういう髪型、まあ、今でも続いてるんですけど、まあ、本当なんかその音楽がすごく好きになって、で、まあ、ギターとかボーカルとか、それで英語も目覚めてアメリカに行ったりしたんですけど、まあ、いろいろちょっとやりながらもうサッカーのことはもう一切忘れて、リフティングも一切忘れて、でそういう生活をして、まあ、いろんなきっかけがあってまたボールと戯れることになるんですけどそこまでちょっと長かったですね。そうなんですね、はい、ちょっと本当いろいろ本当はお聞きしたいんですけど、はい、やめときましょうか。いやでもでもじゃあ今は、実際それをお仕事にされているっていう。そうですね、今はそのお仕事としてパフォーマーとして今やってまして、ここでパフォーマンスしてくれますかとか、まあ、サッカーチームのだったりとか、サッカーの大会だったりとか、サッカーをと全く関係ないそのお祭りだったりとか、まあ、企業様だったりパーティーだったりとかでパフォーマンス、はい、しています。ぶっちゃけ、はい、フリースタイルフットボール、はいのお仕事って稼げるの、はい、これはですね、稼げます。お稼げます。気になります。はい、ただ、はい、その先ほどフリースタイルっていう風なお話しましたけど、自由な発想でこだわらないっていうことをこだわってまして、だからフリースタイルなんで一個にその練習にこだわってしまうと他のものが、ね、できなくなっちゃうじゃないですか。なのでそのおかげの稼ぎ方もその1個に固執しないっていうのをずっとやってるんですね。まあ、例えば自分英語の先生なんですよ。Hey, how you doing everybody? This is Indy Suzuki! みたいな感じ。いや、TOEIC 975点、英検1級って書いてある。はい、すごいな。いや、もうやっぱ好きなんですよね。まあなので、まあ、英語やったりとか、まあ、教えたりとか、MC 英語でやったりとか、まあ、ちょっと本書いたりとか、まあ、いろいろやってるんですけど、まあ、それ
はやりながら、まあ、フリースタイルも、はい、なのでその英語もやっぱりレベルは上がるほどそれなりに仕事も増えたりとかで、でもうフリースタイルもそれなりに楽しませることができれば、あの求められるので、ね、金額も上がったりとか。そうですよね。え、もうあのこれちょっとぶっちゃけ聞いちゃうんですけど、また、はい、え、例えばこう、はい、最高で言ったらどれぐらいの、はい、金額ですか。金額、月間とか、まあ、ね、年収とか、はい、まあ、あのちょっと大げさに言いましたけど、あのパフォーマーが稼げる金額って、まあ、自分の中で稼げるっていう意味だと思うんですよね。でパフォーマーって基本もうあの平均値が決まってまして、大体、まあ、ここで言っていい話のなのか分かんないですけど、まあ、例えばあの大道芸人さんとか、まあ、派遣されていろんなところ行くんですけど、1回のパフォーマンスで、まあ、15分から30分とかで、ね、とか、そうですね、それであのちょっとレベルが上がったりとか、いいあの場所になるで、まあ、企業さんとか、あとそういう大きなステージに人がいっぱい入ってるようなとかだと本当にっていう感じで、はい、人によってはそうです、ね、グループとかでやってると、まあ、それこそ、まあ、結構いい、そうです、ね、金額、そうです、ね、自分だと、まあ、派遣されて行ったりとかで、それがいい時だと、まあ、10回以上もういろんな10回そうです、ね、週に、まあ、1、2回だったりとか、いや、なんとなくそれで計算しろっていうことですね。あ、そうですかね、そうですかね、ごめんなさい、ちょっとね、ちょっと夢与えすぎちゃってるから、ね、いや、でもやっぱ安定はやっぱしないんですかね。しないです、はい、それこそしないですね。まあ本当に極端な話、月に1回しかないとか、はい、まあ、そういうのも経験してますし、まあ、パフォーマンスで稼げるのはそれだけだと、まあ、生活なんかできないですね。サッカー選手のプロと比べたらもう本当ビビたるものだったりとか、まあ、そういう時期はそういう時期でちょっと他のことをしようすごい、まあ、でも本当にあの怠け者なんですよ、ね、はい、なんでゆっくりするの好きなんで、なんかあんまその仕事いらなか入れなかったりとかして、はい、むしろむしろ入れなかったりとか、あ、ちょっとゆっくりできるな。そうですね、ゆっくりしてる時はボールは、はい、とはもう おさらばしてる。あ、ゆっくりしてる時の方が練習とかしたりします。あ、そうなんですね。忙、はい、してるとやっぱり、はい、なんかちょっと嫌だとか言う人もいるじゃないですか、うん、やっぱゆっくりするときは、うん、もうこれ仕事だからちょっと距離を置きたいとか、はい、もうそういうわけじゃなくて、もう本当にパートナーなんです。遊びなんですよね、その基本的に。自分がやってて楽しんで続けてるので、まあ、基本的にあの子供の頃からそうやってここだけは譲れないっていう部分を作っとこうと思って、で仕事に関してはなるべくその無理しないじゃないですか、なるべく楽しいことを選んで、はい、それがでも仕事になるっていうのがそもそもすごいです。ギリギリです、ね、いやでもさっき稼いでるっておっしゃってたんで、はい、稼ぐ時期も、はいはい、サラリーマン並みにですね。ちょっと真面目な話で、はい、すみません、ちょっと年齢をお聞きするのもあれなんですけど、はいはい、全然聞いてください。おいくつ今40、今年47です。え、全然見えないですね。いや、びっくり。いや、あのこれお世辞とかじゃなくて、大丈夫です、大丈夫。昔というか、今それこそ47歳、はい、その時の世代の練習方法とかって、はい、結構上の人から、はい、パワハラみたいにガン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 こう、追い込まれてる練習をやってきたんじゃないかなってちょっと想像してるんですけど、はいはい、実際なんかそういった練習環境とかってどんな感じだったんですか？そうですね、やっぱその頃からやっぱ選んでるところがあって、自分の中でやっぱりそのちょっとでも抵抗があるとあ、これ違うんじゃないかなっていう、その自分の中でパッて、まあ、気づくじゃないですけど、こいつこれ危ないぞじゃないですけど、やっぱ無理できないですよね。無理しちゃうと壊れちゃうのもはっきり分かってたんで、ちょっとあの厳しいようなところは一切行かなかったんで、つまりサッカー選手としては全然です。そういうところにまず自分が行こうとしなかったんで、まあ、ちゃんとやりたいっていうのはあったと思うんですけど、まあ、ちゃんとやる、楽しんでやってしっかり上手くなるっていうのと、あのやらされる感覚っていうのは自分の中ではもうはっきり分かれたみたいで、今考えるとですよ、ね、でもまあ自分が好きなことに対してはすごくまっすぐになれるみたいな。そうですね、まあ、リフティングとか誰もあのお前何回やれよとかそういう言われるような感じなかった。ただただ蹴って自分がコントロールできるようになってるのがなんかすごい楽しいっていう感覚があったんで、お前もっと走れとか、なんかそういうのだとちょっと待ってみたいな、はい、子供ながら、はいはい、抵抗してたような気がします。指導する立場として、はい、この子をどうしても育てたいなと思ったら、こう愛情の子が大きくなって結構強く言っちゃったりとか多分すると思うんですよね、はい、なんかそういった指導ってインディーさんの中で
こうなんか必要なのか、はい、いやそうじゃなくて、うん、上からこう頭ごなしに言う指導じゃなくても、うん、子どもたちが純粋にこう楽しんでこうのびのびする環境の方がいいよねとか、なんかそういったこう価値観ってあります？そうですね、いろいろあっていいのかなっていう価値観はありますね、うん、その結局子どもが選ぶので、うん、なんか自分たちが過信して自分たちがあの育ててるとか刺激をしてるとかっていうのはちょっと置いといて、基本的にその子どもたちが決めるっていうことを分かった前提でこの子どもはうまくいくんじゃないかとか選ぶのはありだと思いますね。ただその自分の力を過信してこれが絶対にうまくいく方法だな、そんなのないと思ってるんで、はい、一人一人やっぱそのモチベーションがまず違うと思うんですよね。いくらそのプロになりたいって言ってても実は本当は他のものに向いてるかもしれないっていう、そっちの可能性の方を広げてあげてもいいと思うんですよ。もちろんね、みんなプロになってなりたいからって言ってしっかりやる場所があって、もっと緩い場所があってもいいと思うし、ただここのそのもうみんなが向上心を持ってレベルの高いあのパフォーマンスをしたいって思ってる人たちだったら、まあそれなりに限界を超えられるようなあの教え方っていうか、まあそれが U であったりとかね、ちょっと強めな練習っていうのは必要かなとは思うんですけど、それでもやっぱりその一人一人のことをなるべく見れるようなあの教えの方がいいのかなと思いますね。はい、まあ、なぜかっていうと、はいはいはい、多分自分のやってるのもそうですし、サッカーも基本的には遊びだと思うんですよね。まあ、職業になるんで、はいはいはい、まあみんな真面目にやりますけど、はい、でもなんかそれプラスその人間力じゃないですけど、うん、人間としてどう成長できるかみたいなっていうのは、そのサッカーだったらサッカーに固執してしまうとちょっと違う方向にその教えてる人たちが行っちゃう可能性があるので、それよりもやっぱり本当にその人間としていろんな可能性があるので。サッカー以外のものをもう考えさせてあげるような、まあ、同時進行で、あ、こんな可能性もあるのかな、自分でもっとこんなこともできるのかなっていうのをスポーツを通して感じられたらなおさらいいのかなっていう気はしますよね。自分のやってるのはフリースタイルフットボール、フリースタイルっていうのはやっぱり自由な発想でっていうのがあるので、すごいちょっと真面目な話を、ああいいじゃないですか聞かせていただきました、ありがとうございます、はい、カットします、ね、これ全部もしかしたら真面目すぎてカット、あ、カットそんなことないです、ちょっとフリースタイルフットボールってスポーツとして確立されてるのかな、まあ、サッカーなのかな、ちょっと、はい、まあ、もしなんかその中でのあるあるエピソードみたいな、はい、そういうのがあったらちょっと教えていただきたいんですけど、あるあるエピソード、はい、はい、そうですね、今はねスポーツに なりつつあります、はい、大会が結構あって、あ、そうなんですね、はい、本当にリフティングからそういうふうにちょっと派手な技をやるあの、まあ、子供たちもあのそういうの聞かれて、それだけをやってる子供たちもいたりとかして、そうなんですね、サッカーやらずにそれだけやってる、まあ、いいか悪いとかじゃなくて本当にやっぱりあの楽しいっていう思う子たちがいて、でそれでそういう子たちを、まあ、大会、まあ、主催をヘルプする側に、まあ、ジャッジやったりとかそういう側なんですけど、彼らの方が全然本当に技はすごくて、自分はそのエンターテインって言って楽しませる方を、あ、はい、まあ、プロとしてやってるので、なので、まあ、スポーツとして捉えてやってる人たちも多いですね。でまあ、あるあるエピソードって言えば、まあやっぱサッカー好きなんでフットサルとかもやるんですけど、どうしてもその股抜いたりとか派手な技やって見せたりとか、はい、言われてないのにイベントだったらそれ許されるんですけど後ろに乗せてこうやって走っちゃったりとか、はい、なるほど、遊びでもちょっとやっちゃったりするんで、友達とかでやってればいいんですけど、知らない人と一緒にあの個人参加とかたまに行っちゃったりするんですけど、それと結構言われますね、はい、お、キレられます、え、はい、それ勝手なこと言わないでくださいみたいな、3週間前に一緒のチームの人にもごもご言われたんですよ、なんでお前そうやってあの個人でいろいろやろうとするんだよ、パス出せよみたいな、はい、もごもご言われて、あ、キレられてると思う、それはなんかもごもごでキレられてると思う、そう、そういう時反省はするんですか？切れ返しました。切れ返しました。これが俺のスタイルだと。そうそうです、ね。フリースタイルなんで。はい。はい、ちょっとぐらいね、たまに迷惑かけとかないと。はい。じゃあ最後、はい、だいぶもう時間も取ってきたので、はい、フリースタイルフットボールが、はい、のスポーツが、まあ、持つ力だったりとか魅力とかっていうのを、なんかインディさんの方から伝えてください。魅力、そうですね。まあ、どんなスポーツでも言えると思うんですけど、まあ、フリースタイルフットボールは特に自由な発想っていうのを大切にしているスポーツなので、
もうすでにある技だったりとか、それに固執しないで、やっぱり自分の自由な発想で新しい技を作っていくっていうスポーツだと思ってるので、新しいものないものを、まあ、ちょっと見せるの怖いですけど、それでもまずやってみて見るっていう、そこまでが魅力かなと思います、ね、あと人前でやって、あとねちょっとチヤホヤされたりとかモテるとか、まあ、そういう部分もプラスかなと思います。やっぱモテます。はい、もうモテない。この髪型にしなきゃよかった。いやいやいや、でもなんか初心者からでもできますか。できます、できます。これリフティングすらできないんです。はい、リフティングしなきゃいいっていう、はい、しなきゃ。そうなんですよ、それがフリースタイルなんです。ああ、なるほど、はい、そうですね。とらわれちゃダメですね、その枠に。そうです。もうしなくていいっていうのも含めてフリースタイル。はい、はい、そう思ってます。じゃあインタビューは、こんな感じで以上になります、はい。ありがとうございます、はい。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Cause we're turning up the heat. I wanna see you.